どうも、石橋あずま石橋です。バシチャンネルをご視聴の皆様、こんにちは。茅ヶ崎の石橋です。先日作ったエスニックそうめん、こちらがかなり評判でして、僕自身もちょっと最高傑作を作ってしまったんじゃないか。名称新たに、キングオブそうめんと名付けようじゃないかと。うますぎるんでね、チャンネル登録していただいて、バシチャンネル料理教室会員になっていただければ、皆様のお悩み何でもいいです、ご意見いただければ、すぐに私石橋返しますよと。さあ、そしてこちら今日はですね、バージョンアップのレシピも、きっちり、載せていきたいなと思っております。キングオブそうめん。さて、今日使う材料こちらですね。お豆飯クッカー、耐熱容器で、大丈夫です。そうめん2束使います。醤油大さじ2、砂糖大さじ2、チューブ生姜5センチ、ガラスープの素小さじ2、スイートチリ大さじ1、乾燥バジル小さじ1。基本のソースはそれぐらいです。あとはもうバージョンアップの使っていくものを紹介したいと思います。黒胡椒、ラー油、パクチーで付け合わせ、トマト、カシューナッツ、しっとり胸肉ですね。はい、また作り方後ほど教えます。オニオンスライス。まずはそうめんのタレを作っていきたいと思います。水 150cc、 醤油大さじ2、砂糖大さじ2、チューブ生姜5センチ、軽く混ぜます。レンジ 600W 2分加熱します。2分加熱しました。ガラスープの素小さじ2、スイートチリ大さじ1、乾燥バジル小さじ1ぐらいですね。結構しっかりこれ混ぜ合わせて、そうめんのお皿にこれ入れておきます。で、このお豆飯クッカー一度洗いますね。お湯をお豆飯クッカーの中3分の2ぐらいまで入れます。そのまんまそうめんを斜めから、はい、入っちゃいますね。こんな感じで全部入っちゃいますので、この状態でレンジ 600W 2分半加熱します。この間に、付け合わせの準備ですね。さあ、こちらパクチーの方ですね、洗ってですね拭いてます。で、根元落としますね。こうしてます。臭み取りとかでね、煮込みとかにああいう根元使ってもいいです。はい、根元の方は細かく、はい、で、葉っぱの方になると、1センチ幅ぐらいでカットしましょう。ドサッとパクチーです。カシューナッツの方ね、なんかこういうジップロック的なものに入れて、で、うちはね、ちょっと今麺棒なんか見当たらない、どっか行ったんで、これの裏で潰します。はい、こんな感じです。2分半加熱しました。いい感じにね、茹で上がってますので、これ水気切って冷水で締めたいと思います。さあ、そしてレンジ開いたんでね、今から40秒でできる温玉を作っていきたいと思います。割ります。黄身の真ん中にね、爪楊枝をスッと刺してください。はい、これで爆発を防ぎますね。あと水大さじ2入れます。これでレンジ 600W 40秒加熱します。はい、40秒経ちました。いい感じにできてます。じゃあ、これ水切りたいと思います。ちょっとポーチドエッグに近いですからね、温玉というかね。これでは盛り付けていきたいと思います。そうめんね、ドカッと入れるタイプにしましょうか。はい、夏をやっぱね、こう感じますよ。うん、ああ、いいじゃない。2束すぐ。しっとり胸肉ですね。胸肉、皮の部分をフォークでプスプスっとさせていただきまして、で、砂糖小さじ1、で、酒大さじ1をまぶして、両面なじませます。で、レンジ 600W で、2分ずつ、表裏と返してるだけです。で、5分放置でしっとり胸肉できますので、ぜひ皆さん作ってみてください。オニオンスライスと、ちょっと胸肉、しっとり胸肉、どさ盛りね。パクチー嫌いな人はパクチーなしでいいですよ。カシューナッツね、やっぱ歯ごたえがいいですからね。温玉、ラー油、パクチーに黒胡椒、
全体的にいこうか。完成です。さあ、それとキングオブそうめんいただきます。めちゃくちゃうまそう。なんやのこれ、どえらいもん考えてしもたんやないの。いややわ。ちょっといただきます。絶対うまいなこれ。僕もパクチー好きなんで、はい。うん、うまい。ほんまね、脳みその方に一回、なんかこの後ろからなんか、うまいが飛び出すんですよ。作ってみてください。いや、キングの名に恥じないそうめん。うまいなぁ。うん。盛り付けはツイッターのいろいろ盛りましたって送ってくれた方の参考にさせてもらいました。あ、美味しそうやんと思って。うん。こうやってつけていくより、この入ってる方が美味しそうに見えますね。確かにね。なんかね。ありがとうございます。参考させていただきました。これ、二束ではもう足らんけどね。しっとり胸肉ね。うん。カオマンガイの残りですけどね、これはね。うまい。わーかん。これほんまうまい。卵、ちょっと割ってみて。はぁ、幸せだな、これ。ほんまに。温玉と合いますね。40秒で温玉できるんで、ぜひ作ってみてください、皆さん。うん、もう終わらないでほしいもん。ほんまに。終わってほしくない、このお皿が。なんか、何やこのうまさ。めっちゃうまいな。うまい。しっとり胸肉、めちゃくちゃいいっすよ。うまいわ、これ。スイートチリがね、めちゃくちゃいい仕事してるんですよ。ちゃんと、あの、ピリ辛を甘さで抑えるっていうね。うん。まあ、ラー油なくても全然美味しいですけども、ピリ辛好きな方はぜひ、どこまでもうまい。やばい、もう終わってまう。終わらんといてほしい。替え玉しようかな。替え玉しよう。うん、カシューナッツももう。替え玉したけど、それ待たれへんな。飲んでしまうな、これ。あ、うまっ。つけだれというか、もうスープやな、これ。あ、うまっ。あか、スープ止まらんな、これ。ちっちゃい時ね。おかんに、ラーメンの汁飲みな、置いとき、残しときって言われたのを思い出しますね。それでも飲んでもうてた感じを。ああ、ごちそうさまでした。うまい、これは。まさに、キングオブそうめん。キングです。もちろん、あの、上に何にも乗ってなくても、うまいです。いや、でも、びっくりするぐらいうまいな、これ。ぜひ、ぜひ作ってください。チャンネル登録して、バシチャンネル料理教室の会員になっていただければ、あの、何でもですね、石橋に質問ください。そして石橋がすぐ質問に、返事をしますと。猫探すの手伝ってくださいでもいいです。もう何でもそれは何でもいい。それはもう僕のできる範疇で何か協力できることあればしますので。めちゃくちゃうまかったです。ぜひ作ってみてください。それではまた、さよなら。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お豆飯クッカーですね、私石橋頭石橋監修しましたお豆飯クッカー、 Amazon でですねお豆飯クッカーと調べていただければ、これ一つでレンジで簡単に料理できるというのを、やっております。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。